ライブ USB で起動したデビアン。スタートメニューとリバーウフスが動作中、ライブ USB で起動した Ubuntu。Firefox, OPENOFFICE.org, n ーチラ i l s が動作中、ライブ USB とは、USB メモリ、または、USB 接続の外付きハードディスクドライブであって、オペレーティングシステム全体を格納していて、そこからブート可能なものを言う。 ライブ CD と密接な関連があるが、設定をセーブして長期的に保持したり、ソフトウェアパッケージを USB デバイス上に追加インストールしたりということが可能である。ライブ CD と同様、組み込みシステムのシステム管理、データ復旧、内蔵 HDD に高級的にインストールすることなく新たなディストリビューションを試してみるといった用途がある。 USB メモリから起動して利用可能なオペレーティングシステムとしては MacOS 9、MacOS、Microsoft Windows XP Embedded 各種 Linux Distribution よび BSD Distribution がある。Windows 8も USB メモリから起動可能で、これを Windows 2 Go と呼ぶ。1999年、Apple の Macintosh で USB からのブートが可能となった。 インテルベースのマッキントッシュはすべて USB から MacOS をブート可能である。2004年 IBM は論文リーニャカーネティング PCS ウィズポータブルソルパズとブートリナックスフロムウェイファイアーワイヤーデバイスで特殊な USB ベースのブートを提案した。USB メモリのレイライブ USB は多くの点でライブシリーと似ている。一般的なパーソナルコンピュータ向けに ライブ USB システムをセットアップするには次のようなことをする必要がある。USB メモリをシステムに接続し認識させる。その USB メモリ上に一つ以上のパーティションを作成する。USB メモリの基本パーティションにブート可能のフラグを設定する。USB メモリの基本パーティションに MBR を書き込む。パーティションをファイルシステムとしてフォーマットする。 通常は FAT32 だが他のファイルシステムでも良い。ブートローダーをそのパーティションにインストールする。Linux の場合、SysLinux が使われることが多い。ブートローダーの構成ファイルを書き込む。オペレーティングシステムの必要とするファイル群、デフォルトのアプリケーション群を USB メモリにコピーする。言語ファイルやキーボードファイルを USB メモリに書き込む。ナピックスの ライブ CD はブート時にファイルシステムへの書き込みをラムディスクに一時的に行うかディスクやフラッシュメモリに永続的に行い設定やセキュリティのアップデートを可能にするかを選択可能である。これはライブ USB を作り直すよりも簡単だが2010年時点のライブ USB 作成ツールの多くは十分使いやすい。さらにクノーピクスや MXLinux Ubuntu などではアプリケーションを追加インストールすることができ、ファイルシステム上に動作中の変化を保持することもできる。ライブ USB を作るための隠しツールが存在し、それを利用すれば容易にインストールすることができる。一部の Linux ディストリビューションや、ライブ CD には以下に述べる処理を自動的に行うスクリプトが用意されているほか、様々なディストリビューションを扱えるツールもある。 以下に例を示す。これより詳しいツールの一覧は、EN リストオブツールズ2クリエイドライブ USB システムズを参照のこと。通常の HDD に OS をインストールするのとほぼ同じだが、スワップパーティションは作成されない。ブート可能な Windows2 合対応 USB メモリ。ありがとうございます。